スリープフリークス講師の大鶴です。はい、今回はウェーブス社のプラグイントランス X について解説をしていきたいと思います。トランス X はですね、サウンドのアタック成分に作用して立ち上がりの鋭いタイトな音を作ったりだとか、逆に柔らかく立ち上がる、そして伸びのある音を作ったりだとか、そういった特性のことをトランジェントと呼びますけども、トランジェントをコントロールできるプラグインです。特にですね、ドラムやパーカッションといった打楽器のパンチを出していきたい場合なんかに使えるんですけれども、その他にもいろいろな用途に活用できますので、これから2回にわたってお話をしていきたいと思います。はい、今回は初回ということで基本的な使い方から入っていくんですけれども、まずプラグインの構成ですね。今画面上には2つのウィンドウ出てますけれども、トランス X にはこの左側のワイド、それから右側のマルチ、この2種類のプラグインが収録されています。その違いをですね、まあマルチの方はその名の通りマルチバンドということで、各帯域別にトランジェントのコントロールができると。一方でワイドの方は特に帯域の別なく全体に対して効いてくるというものですね。使い分けについてはおいおいまた解説をしていきますので、まずはシンプルなワイドの方からトラックに適用して各パラメーターの意味を理解していきましょう。はい、今回ご用意したサンプル楽曲の中でまずスネアに適用してるんですけれども、すでにインサートしてデフォルトの状態で立ち上がっています。はい、まず元音を確認してみましょうか。バイパスにして聞いてみます。はい、こういう音です。じゃあかけてみましょう。ちょっと音が割れてますから、トリムを押してその分削っておきましょう。でバイパスと比べてみる。もう一度入れてみます。はい、もうすでにパンチのあるサウンドに変化してますよね。これはですね、トランス X の初期状態がサウンドのアタックを検知してそこを強調する設定になってるんですね。でそのアタックをどのぐらい強調するのか、あるいは逆に抑え込むのか、その設定を行っていくのが左上のレンジというパラメータになります。今 6dB という設定になってますけれども、これちょっと音出しながら動かしてみましょうか。上げていきます。よりアタックが強調されてきましたね。逆に0以下に持っていってみましょうか。はい、柔らかい立ち上がりになってきます。はい、ちなみにこの6という数値はですね、音量的に倍に聞こえるということで一つの基準にはなってくるかと思います。まあ、6以上に持っていくと特に強調する設定、それ以下だと微妙に聞かせる設定というふうに判断していただいてもいいかなと思います。今回はとりあえず6でいってみましょう。はい、次のパラメータに移って、このセンスと書いてあるものですけども、これはセンシティビティのことで、どのくらい小さい音までアタックを拾うか、その感度を設定するものです。でアタックの拾い具合なんですけれども、今0のところに引いてあるこのオレンジの線が上下に跳ねますので、その動きで見ていくことができます。まあ、0でも十分効いてたんですけれども、試しに上げていってみましょうか。この数字の部分をドラッグしていきます。グーッとマックスの10までいってみましょうか。はい、このようにこのオレンジの線プルプル震え始めましたよね。これはですね、このスネアのサウンドの余韻の部分に含まれている鈴のような音色、そのアタックまで拾ってしまっているということなんですね。でここまではいらないので下げていくんですけれども、逆にマイナス方向に振ると少し小さめなスネアの音に対しては効きを弱くするなんてこともできます。ちょっとやってみましょう。マイナスの方向に振っていくと、はい、ご覧のように小さいスネアの時にはこのオレンジの線の跳ね方小さいですよね。はい、このように効果に強弱をつけていくということもできるわけです。次のパラメータはデュレーションですけれども、これはセンシティビティで検知したアタックに対してどのぐらいの長さ効果を与えていくか、このレンジ設定した強調の効果ですね、その長さを設定していくパラメータになります。単位はミリセカンドで、もちろん長くすればその分効きが強くなったように感じるんですけれども、あまり長くしすぎると全体が持ち上がってしまいますので、トランジェントの変化が得られなくなります。その点は注意してください。はい、では実際に操作してみましょう。ぐーっと上げていきます。効きが強くなってきましたね。さらに上げていってマックスとこまで行ってしまうとですね、はい、もう全体音量が上がっただけであまりタイトな感じはなくなってしまいましたね。まあ、そのあたりもよく耳で聞いて判断をしながら最適な数値を探っていってください。下げていきますね。このくらい出してもいいかもしれないですね。
またピーククリップしてますから、トリムで調整していきましょう。はい、タイトな感じ残しながら仕上がってきたかと思います。はい、そして最後のパラメータリリースですけれども、これはディレーションで設定した効果の持続時間が終わった後にどのぐらいの時間をかけてゼロに戻していくか、その時間を設定していくものになります。これもですね、まあ、どのぐらいこうタイトなサウンドにするか、あるいはナチュラルな聞き方にするかを調整していくんですけれども、デュレーションとはまたちょっと違った聞き方をしますので、これも音を出しながら確認をしていってみましょう。例えばですね、思いっきり短くしてズバンと切っちゃうっていうのもいいですよね。最低で 0.5 ミリ秒までいけます。はい、かなりこうタイトなサウンドになってきましたよね。でこの数値上げていくと、だんだんですね、このオレンジの線の戻り具合がゆっくりになってきましたよね。よりこうナチュラルな聞き方になってきます。ただあまり上げすぎてしまうと、もうあんまりこうトランジェント変化がない、先ほどと同じような元の音と変わらない状態になってしまいますので、こちらも注意してください。はい、適度な数値にしていってみましょうか。ちょっと早めがかっこいいですかね。はい、こんなもんでしょうか。はい、それでは仕上げにミックス全体の中で聞いて効果を確認しながら調整してみましょう。このようにですね、バイパスと比べるとよくわかるんですけれども、トランジェントが少し変わるだけでミックスの中での存在感、ずいぶん影響出てくると思います。はい、このあたりもですね、トランス X 使ってぜひこだわっていっていただければと思います。はい、それで1回目の最後にトランス X のマルチについても触れておきたいんですけれども、まあ、基本的なパラメーターとしてはワイドの方と同じで、まあ、そのうちレンジとセンシティビティについて帯域ごとに設定をしていけるということになっています。で使うシーンとしては、先ほどのスネアのような単音のトラックよりも様々な周波数域を持っているトラック、例えばバストラックだとか、あるいはドラムのループだとか、そういったものに使っていくことが多いんですけれども、まあ、必ずしもそれだけというわけではありません。で今回はこのサンプル曲の中にボイスパーカッションのトラックがありますので、そちらに適用していってみたいと思います。まず元の音を確認してみましょう。はい、この感じなんですけれども、中低域と高域のアタックを強調してちょっとドンシャリ気味にトランジェントを調整してみましょう。なので、まあ、一番低いこの赤の部分とこの中高域の紫の部分、こちらはこの四角いスイッチを押してオフにしてしまいます。はい、ここから聞きながらやっていってみましょう。中低域の方、もうちょっと低いところでやっていきましょうか。ちょっとレンジを上げてみます。で高域はもう少し広めに取ってみて、もうちょっとこっちもレンジ上げましょうか。もうちょっと聞き強くしたいのでデュレーション上げましょう。お、結構聞いてる感じしてきましたね。センシティビティも変えてみましょうか。高域上げてみましょう。はい、上げるとやっぱり明確に聞きが強くなってきますよね。はい、ちょうどいいところに調整をしていきましょう。オンオフも試してみたり、で全体のバイパス試してみたりですね。少しアウトも下げておきましょうか。はい、こんな感じでですね、まあ、いろんな帯域を持っているサウンドに対してはピンポイントに欲しい部分のアタックを強調していく、トランジェントを調整していくということができますので、まあ、よりこう目的に沿った細かい調整ができていくかなと思います。はい、パラメータの意味さえ分かってしまえばマルチの方もそんなに難しくはないと思いますので、ぜひ使ってみてください。
はい、ということで第1回目はですね、基本的なパラメーターそして操作方法を解説してまいりました。次回はですね、もっといろんなトラックに適用していって応用技ですとか、あるいは楽曲全体にどのぐらい影響が出てくるのかといったところをご紹介していきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。